つかもうぜ、どてぼうい2階でずっと一人で妄想、お湯かけろどてぼうい2階でずっとモンモンしてる、こんにゃく安いオナホール、人肌程度に温めろ。ふざけんなよ、こんにゃく内部はまだ熱いじゃねえかよ、もうお慰めができねえじゃねえかよ、たくよ。皆さんもスケベなこんにゃくの扱いには十分注意してくださいね。そして彦勝さんが怒りながらゲーム実況をしている家石田のゲーム実況チャンネルの方もご覧くださいね。本当にもうもうってぐらい相当怒ってます。そんだけつべこべ言わずにチャンネル登録の方よろしくです。臭そうさ、ポケボーイってかうるせえよ、なんだよ、バカにすんじゃねえよ。